追跡取材班が向かったのはとある会場。無数の水槽の中にいたのは泳ぐ宝石、ニシキゴイ。実はこの日、ニシキゴイの世界大会が行われていました。1889匹ものニシキゴイが東京に集結。日本、そして世界中から集まった愛好家が世界一位を目指す、まさに錦鯉のワールドカップ。鯉are すごい。鯉are すごい。世界で一番大きな錦鯉の大会だよ。今回特別に追跡のカメラが審査の現場を取材。果たして世界一位に輝いたのは、さらに新潟県の豪雪地帯には世界中の愛好家が憧れる錦鯉の里が。こんなに品質の高い錦鯉を今まで見たことがない。全部欲しいよ。そしてカメラが捉えた錦鯉の値段交渉の現場。今世界中が注目する日本の錦鯉。泳ぐ宝石をめぐる外国人愛好家たちの熱き戦いを追跡しました。今回で53回目を迎えた全日本総合錦鯉品評会。今回参加する錦鯉の所有者、実に5割が外国人愛好家。日本の養鯉場に預け育てられた自慢の錦鯉1889匹が出品されました。大きさや品種などさまざまな部門に分けられ、優勝などが決められます。2019年には2億300万円で取引された錦鯉がこの大会で総合優勝をしています。こちらはベルギーから参加した男性。自宅の池では130匹の錦鯉を飼っているんだ。錦鯉は本当に美しいよ。こちらはタイでカメラマンをしているという男性。今回は45センチの秋水という品種を出品したんだ。自宅では40匹の錦鯉を飼っているよ。今回特別に審査の現場に追跡のカメラが入りました。本大会は世界最高峰の錦鯉の品評会であります。最後まで、厳正なる審査をお願いします。以上です。審査員は錦鯉の生産者や販売業者から選ばれた錦鯉のプロ80人。この声を聞く方いない。採点の基準は大きく3つ。最も重要なのは体型、健康的で力強さを感じるかどうかがポイント。次は色彩、赤、白、黒などが明るく美しく色にムラがないことが高評価に。そして最後は模様、前後左右の色のバランスが採点されます。果たして厳正な審査の結果は。すごい。こちらはタイから参加した A さん32歳。85センチの変わり鯉という部門で受賞しました。こんなに大きな大会で賞が取れて光栄です。こちらはイギリスから参加したドナルドさん62歳。体長80センチの大正三色という品種を出品しましたが、惜しくも部門の準優勝という結果に。この大会は
非常にレベルが高いから、なかなか優勝は難しいよ。取材中、見覚えのある男性を発見。以前取材したタイで巨大な養鯉場を経営しているミミットさん。出品した錦鯉が見事受賞。わずか12センチと小さな錦鯉ですが、色彩や模様の美しさから将来性を買われての受賞となりました。となると気になるのはその後のお値段。もちろんです。もちろんそうです。値段は10倍になるよ。10倍ぐらい。なんと受賞したことで将来タイでの販売価格が10倍にもなるといいます。一方こちらはアメリカから来日したネイマンさんとスミスさん。今回賞は逃しましたが、二人にとって錦鯉は愛のキューピッドだといいます。錦鯉のことを何も知らなかった私に、彼が先生としていろいろと教えてくれたの。And you guys are together because of the fish right now? Right? Yes! Yeah, yeah, we're together! Koi are sugoi! Koi are sugoi! 2人は現在、アメリカ南部にあるテネシー州で養鯉場を経営。日本から仕入れた錦鯉を販売しているといいます。その中で、ネイマンさん一押しがこちら。火移りという品種で95センチあるんだ。大きくて質のいい錦鯉だから5万ドルで販売しているよ。実はネイマンさんには錦鯉の匠と尊敬する師匠がいるといいます。新潟にシゲルさんというすごい錦鯉の職人がいるんだ。小さい錦鯉を見ただけで将来どんな錦鯉になるのかを完璧に予測できるのよ。錦鯉の将来を予測できるというシゲルさんとは、取材班が向かったのは豪雪地帯として知られる錦鯉発祥の地、新潟県小千谷市。この錦鯉の里に世界中の愛好家が一度は訪れたいと憧れる養鯉場があるといいます。大日養鯉場。この日も錦鯉の世界大会に参加した外国人愛好家が養鯉場を訪れていました。敷地内には5つの養殖ハウス。その中の1つに入ると8個のプールに数百匹の錦鯉が。こんなに品質の高い錦鯉を今まで見たことがない。信じられないよ。全部だよ。こちらはインドネシア人の愛好家。日の丸模様が人気のタンチョウという錦鯉の購入を検討中だといいます。日の丸模様が頭の中心にあって素晴らしいよ。さらに赤色がこれからもっと濃くなるだろうから将来が楽しみだね。この養鯉場の錦鯉の相場は数百円から数千万円と幅が広く、美術品と同じように値段は交渉で決められるといいます。この錦鯉を育てているのがアメリカ人のネイマンさんが師匠と仰ぐ錦鯉職人
間野茂さん、46歳。その匠の技が、錦鯉の選別。幼い錦鯉の成長を瞬時に予測し、選別します。見て、まあすぐ分かります、これは。基本的にもうあと白と黒で見せる鯉なんですけど、ええ、こういうとこが後で墨がね、こう黒がこう出てくるんですよね。ははは。こういう魚って、面白いんですよ。右側が将来有望な錦鯉、左側は普通の錦鯉といいます。まあ見た目の模様は見るんですけど、あと体の体型、あと色つや。この道26年、これぞ世界をうならせる匠の技。さらに日本独自の気候が錦鯉を美しく育てるといいます。温度がぐーっと下がってきた肌の白とか赤とかがまたギュッと締まってくるので、この四季がない国っていうのは綺麗にならないですね。こちらはインドネシア人の愛好家。日本の職人が育てる錦鯉は世界で一番だよ。素晴らしいです。これから茂さんと値段の交渉をするといいます。この日の予算を聞いてみると、1匹200万円くらいで考えているよ。男性が目をつけたのは空鯉。錦鯉の中で一番好きな品種だといいます。そしていよいよ値段交渉開始。職人の茂さんが提示した金額は、この錦鯉が100万円。男性は購入を即決。そして満足そうなこの表情。一方、東京で行われた錦鯉の世界大会は総合優勝をかけ決選投票が行われようとしていました。残った2匹は所有者は別々の中国人。広島県の養鯉場が育てた錦鯉大正三色、あの2億円で落札された錦鯉の生産者です。そして小千谷の錦鯉職人茂さんが育てた昭和三色。総合優勝は無記名の投票によって行われます。果たして世界1位は、第13回全体総合優勝はサンマープールの大正三色に決定いたしました。ありがとうございます。それでは続きまして第4部分、こちらの審査に入ります。もうほっとします。それだけです。1889匹の頂点に輝いたのは、中国人が所有する錦鯉大正三色でした。一方、惜しくも世界2位となった茂さんは、やっぱり誰よりも綺麗なすごい鯉をみんな目指して作っているので、いや絶対負けたくないですね。とにかくこういいものっていうものを作っていきたいなっていう、それで鯉の伝統っていうのは守られるんじゃないかなと思うので。今回取材した愛好家の中にはロシアから参加した男性も。ほとんど馴染みのない日本の錦鯉をロシア国内にも広めていきたいと言います。錦鯉を通じて世界中の人々と仲間になることができる、その可能性をこの大会で感じました。戦争よりも断然錦鯉の方が素晴らしい。
スーパー J チャンネルの松尾由美子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。スーパー J チャンネルで放送したニュースは ANN ニュースチャンネルでいつでもご覧になれます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。